サミューダ・ブラザースは、イギリスにあった工業と造船の会社、ヤコブとジョゼフ・ドア・グイラー・サミューダによって設立された、ロンドンドッグズ島のキュービットタウンにかつてあり、そこは現在サミューダ・エステートと呼ばれている。サミューダ・ブラザースは1843年に、ブラックウォールのオーチャードプレイスにある、バウンガの加工で創業した。会社が大きく成長したが、他の工場に囲まれていたので、 1852年にキュビットタウンに移転した。ヤコブはジップシークイーンの試運転中に死亡し、移転時にはジョゼフによって会社は経営されていた。キュビットタウンにある造船所は鉄鋼製軍艦と蒸気定期船に特化し、1863年までには他のロンドン地区の造船所の2倍の建造をしていると言われた。 ロンドンにあった他の多くの造船所が影響を受けた1866年の財政危機をドイツやロシア、日本からの注文で生き残った。1877年、サミューダでの東郷平八郎後に著名な日本海軍提督となる東郷平八郎は、ポーツマスの海軍予備校とグリニジの王立海軍兵学校での訓練の後、 1877年にサミューダ・ブラザーズに来て仕事の経験を積んだ。ここで日本に戻るまでの間、不走の工事監督をしている。1885年にジョゼフが死亡し、業績順調な企業として売却が試みられた。しかし失敗に終わり、1890年代に閉鎖された。ロンドンでの最後の重要な造船業者としてやろうと、 テムズ鉄工書が残された。英語のリンクは、英語版ウィキペディアへのリンク以下は、英語版ウィキペディア。ありがとうございます。